あそこのボスでレベル、よし。あそこのボスで30くらったからね。あ、びっくりした。あ、びっくりした。びっくりした。びっくりした。おい、待って、こいつら、今俺が雑談してる間に、あっけなくやられたかと思った。びっくりした。なんだ、やめてくれよ。なに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 。あ、でも、これ、え、これ、うん、うん、これまでよ。おい、いいよ、聞かない。は？無敵。お前なんで隠してたんだよ、ここまでさ、なんで言わねえんだよ、あるよーっつって、何かいい技はないのか、ティファニーで、あるよー、とっておきが、教えてくれよ、それを早めに。一発はもう、ドゥル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 、これでいいだろう。いや、こんなさ、嫁入り前の一番大事な時期なのにさ、ティファに死んじまったらシャレになんねえぞ。よし、まず一撃。そして右をまず一撃で。無理。おーしいね。これさ、スカウトしていい？この辺になってきたら結構いいでしょう。形見のナイフ。ティファニーが最後に握っていたナイフ。絶対化け物だし。なんで。コツコツ、あーぐっそ、もうちょっと、あー俺が嫁入りさせとけばよかった、時期上今にー、あーせっかくティファニー15まで育てたのに、リッツことサタンの娘ティファニー、この地に眠る。絶対あいつとか絶対尋常じゃないから強いでしょ。まずはルーラだ。こいつ B ランクらしい。どこだよ、ここ、まあ、いや。そう。あ、確かに目がおい、限界シアのムクロと一緒だ。限界シアのムクロと一緒だよ。これそこまですんの、俺ティファニーのために。そこまですんのか。いやいや、メガザルはセーフだもん。ティファニーは冷凍保存してもじゃ冷凍メガザル、お前メガザル覚えるのかなり後半だろ。絶対何の、なんていうの、もういいよ、こいつもう逃がそうぜって絶対逃がすから。もうなんだよティファニー、まあ、一応でもメガゼドーゼントだけだろ。ちげえよ、だってよく考えたらさ、メガザル覚えてるやつは絶対強いよな。一応でも残しておこう。どうしよう。で、預けたら復活するぞ。じゃあ何とかして、今日ティファニーを蘇る儀式みたいなタイトル取って、うまいこと放送始まる前に俺がティファニーを殺しとくわ。うまい、その辺のストーリー性は俺に任せる。うまいこと繋ぐかな、俺が。そこは、当たり前じゃねえかよ。ザオラルとザオリが無理だよ。ネガセルはかっこいいからありっていう。どうしよう。ティファニー死んじまったよ。今のところ俺、燻製で。コールドスリープしてます。